はい、えー、ひとつき万歳清水です、き、えー、昨日も速報でコンサートを取りましたけども、安倍晋三氏がですね、まあ、銃撃されました。で、えー、これに関してですね、えー、その段階では銃撃を受けて心肺停止ということで、まあ生きててほしいなというふうには思ったんだけども、おそらくこれ、厳しいだろうというふうにあの思っていたら、ですね、まあ残念ながらお亡くなりになったと。 いうことでまあ、まずはねうちはどちらかというと自民党に対しては批判的に取り上げてはいますがまあご冥福をお祈りしたいというふうに思います、うん、はいあのー、まあ安倍さんね、えーうん、いろいろありましたけども、うん、まあなんだろうな私はとにかく悲しかった、うん、まあいろんな意味で悲しかったんだけどあと怖かったっていうのがあったんですがなんだろうねまず この安倍さん、そして、えー、今回の容疑者、うん、どちらもね、もうな、うんだろう不幸な人、うん、だなっていうふうにもう感じましたね。うん、でっていうのがあの安倍晋三って権力者中の権力者だし、うん、かつ、 あのもう皇族の次に、えー、連なるぐらいですね、まあ、皇族が一番ねプリンスとしてあったらですね、うん、その次ぐらいにまあ、うん、血統としてもう三代目の政治家としてね、うん、もうすごくあのいい地位にいる人なわけですよ、うん、成金でもなくってね、うん、でまあ今さんとずっとね、うん、あの取,っ取り続けた話題としてじゃあ赤ちゃんの頃からさ安倍晋三が、うん おギャーというふうに言って、うん、アベノミクスになりたいとかね自民党党裁になりたいっていうふうにこう言ったんだろうかっていうと、うん、全然そんななことはないわけですよ、うん、あのあの人はあのまあ安富教授東大安富教授が言ったけども権力の旧館長なるほどね。権力システムが要求するあのことをですね、うん、ただひたすら繰り返して言うだけっていう中身がない。 ねうん、で実際彼が何かできたのかっていうと、まあ、ダメな日本経済に延命措置をしただけだろうというふうに私も思いますよ。うん、思うけどもだからといって、うん、こんな形で亡くなっていいんだろうかっていうふうに、うん、あの思いました。で、うん、じゃあ亡くならせた方は何なのかっていうと、まあ、41歳ですよね。うん、であのお母さんが 信仰宗教にはまって家庭がめちゃくちゃになったじゃあそのお母さんの旦那さんはって思ったら「週刊文春」の記事を見たら要するに旦那さんお亡くなりになってるんです早いうちにでお父さん、うん、要するに容疑者のお父さんはシングルマザーですよ要するにねシングルマザー育てられてお父さんいない状態にあるでそれでお母さんがそうやって追い詰められた人って あの、うん、お母さんね新興宗教とかハマっちゃうタイプなんだよこれ、うん、どう考えても状況的にはまりやすいタイプなんだよ、うん、でお父さんがいないうん、うん、でそして、えー、お母さんが新興宗教にはまっていく、うん、もうこの段階で自国なんだけども、うん、でお母さんは家も売り自己破産もしてる、うん、何なのこれってもうおぞましくてうん 私はすごく怖かったでそして世間の反応っていうのが、うん、昨日ね安倍特番をやってたらしいいじゃないですかずーっとやってたよフジテレビ12時間以上やってたよ。あれもさで、うん、安倍晋三のまあまあ簡単に言うと安倍晋三バザーイうんっていう。 部分が多かったんでしょう私テレビ見てないけど、うん、そのテレビがどういうふうに報道されたかっていうのを見る限り、うん、そういう番組をしかも選挙前ですよ、うん、でやる何こうフェアもクソもねえなっていうふうに私は感じました、うんうん、でもそれって権力の旧館長として生きた安倍晋三が死んでも利用されてるってことだようん何なの政治利用だね完全に何なのこの人の人生っていうふうに、うん いやで,で私はそれでかわいそうだなっていうふうに思ったし、うん、コンさんと安倍さんがご存命の頃に撮った動画も、うん、子供時代からこんな風になったのかわいそうだなっていうそういう視点で撮ってたんだけど、うん、これね、うん、共感されません、うん、共感されないのは何でかっていうとムカつくから、うん、で安倍さんに対してムカつく思いを持っていた人もたくさんいたで、うん、じゃあそれが全部ダメなのか って言うと全然そんなことないのよ。確かに安倍政治ってなんか残してくれましたか、うん、莫大な日銀の負債を残しただけですよで貧富の格差を広げただけですよで若者の、うん、あの非正規雇用を拡大させただけですよ、うん、じゃあ確かにムカつく気持ちはわかるでもこのこういう行為で命を奪ってしまうっていうことをもし オッケー中にはね、うん、自業自得だっていうふうな人たちもいるんだけども、うん、それ違うでしょもしこれをやってしまったらそ,、ね、それを自業自得だというふうに認めてしまったらもうなんですかね江戸時代も通り越すな昔にそう、ね、もう全だよね鎌倉時代も飛ぶな、うん、いつぐらいだろうっていう、まあ、多分卑弥呼より昔ぐらいのもうなんか感じになっちゃうよ, <laughs> よ、ね、それ。 うん、の統治も何もない、うん、もう、万人による万人の闘争の時代になっちゃう。で、うん、それはさ、だめでしょっていうんだけども、こういう時ほど、なんかね、うん、シンプルなものにすがるんだよ。安倍が悪いとか、うん、ね、いや、あるいは、安倍さんは素晴らしいとか、これ、どっちも違うよっていうふうに思う、うんですけど、どう思いますか、参院選前だから、特にね、うんうん、あのー、 個人的なパーソナリティと政治的な結果っていうのは冷静に客観的にあの区分けして物事を判断しようとしないと、うん、あの感情論で物事が動いてしまうそれが一番恐ろしいことなんだよ、うん、それは怒りだろうが悲しみだろうがそこに基づいて何かの投票行動に結びついてしまうとそのこと自体があの今、清水さんが、ね、おっしゃったように、うん、亡くなった後でも安倍晋三という男をみんなで利用してるってことになっちゃうわけ。うんうん だけどさ、参院選というのは残念だけれども、えー、誰がお亡くなりになろうと誰があのだ悪人が生き延びようとあのみんなのこの後の社会をどうしたいかっていうことを決めるのが選挙からね。うん、そこは冷静にならなきゃいけないんで今、今悲しみを持っている人いっぱいいると思うけども。まあ,あと怒り、ね、冷静になろうあと怒りもあると思うけれども、うん、冷静になろう。これだけ。うん、はい。はい どうぞ、清水さん。日本国民というのは常にリテラシーが高く本を読み、冷静、論理的に判断する。そういう人たちが99%である。ブ<ぶ>ーッ。と <laughs> いうことはもう、それはあの、理想としてはそうかもしれない。だ<う>けども、それは実現不可能。そ<う>っていうことはさ、何これ。うん、今回、 今回の件って安倍さんが確かに、うん、あのひどいことやったよ、嘘いっぱいついたよ、で、うん、それをずっと利用され続けて、権力の急患長をやって最後まで、うん、もう絞りきるまで利用されているっていうこの現状に流されちゃう人多いだろうね。 だから昔、三国同盟の仲間だったドイツもめっちゃロジカルにものを考える民族なのに、うんうん、めっちゃエモーショナルなのよ。うん、日本も似てるよね、うん、いや、だからね、うん、これがちょっとね、うん、怖いね。怖いとはいえ、あのーまあ、テレビがあんまりにも安倍さん万歳な放送が多かった。うん ので、うん、今日はコンさんとあの撮る動画っていうのはそもそもどういう生い立ちだったんだろうとかそうですね,ねでそしてこの人は結局何を成し遂げられたんだろうかまあ、できてないんだけどね、うん、っていうのをちゃんと考えてみようかっていう意味でねあの、はい、動画を撮りたいというふうに思います、えー、それではスタートはい、えー、フリーライターのコン衣装です、えー、実はねもう朝の4時半 7月9日日土曜のの朝の4時半にこれを撮っております、えー、なぜかというとですね、えー、安倍晋三さんがお亡くなりになりました彼の人生ってどんなもんだろうっていうのをね、まあ、いろんな資料を見ながら考えていたんです朝まで。ですごく忖度なしに言えば安倍晋三という男は何もできなかった男なんですよ。 それをね気が付いちゃったというか彼のね67年の人生の中で残念だけれど彼は何もできなかった男だったっていうことが分かってしまったんですよ。ね、で安倍晋三ってどんな人ってやっぱり分からない人はまあ日本人の場合ね政治音痴だから少なからずいると思うのであのおそらく彼の誇れる履歴としては。 こういううことでしょうね、はい、歴代総理の中で連続在任日数がまあ、7年8ヶ月なので、えー、歴代の佐藤栄作吉田茂よりも多い、えー、歴代最長のね総理だったおそらくこれだけが彼の、えー、誇れることなんだろうなって思うんですで彼自身が実は総括を自分でしています、はい 第二次安倍政権をね自ら辞めるときに彼は何て言ったか拉致問題をこの手で解決できなかったことは痛恨の極みですこれはねあの安倍さん自身が、えー、その前の小泉政権の時にね若手の人材としてまあ何て言うんだろうサプライズ起用されたわけですよだから小泉さんはね、えー、あの北朝鮮の拉致問題に関しては、まあ、多少の成果を上げた日本にあの戻したからね。 あのところが安倍政権の頃はそれがやろうと思ってもできなかったんですよ。できなかったことは他にもあります。はい。えー、ロシアとの平和条約結べませんでした。憲法改正もちろんできませんでした。だから痛恨の極みっていうふうに言ってるわけです。彼はやりたたかったことでできてないんですよしかもあのロシアに関してはプーチン大統領と27回も首脳会談を交わしてですね。 ウラ,ジミールウラジミールっていうふうにね、あのまあ、声をかけていたけれども、まあ、なんて言うんだろうな、27回もプロポーズしたけれども、断られた男みたいな感じですよ。だから彼は実は自分がやろうと思ってたことができてないことをよく分かっていたし、辞めるときもそれをはっきり明言してるんですよ。逃げも隠れもしませんよ。だってできてないことは明らかなんだもん。そういうことです。 じゃあ、ね、彼はそんな、あのー、結果を生みたいかっていうともちろんそんなわけがない、えーね。初当選した時の彼の言葉がこれです。腐敗を厳しく防止する法律を一日も早く作ることが一番大切。ね、政界政治家たちが賄賂、えーまあ、だったりね粉飾、あのー、決算だったりね、まあ、いろんなことでお金の問題が非常になんていうかな、あのー、問われている。 厳しく問われていた時に若き安倍晋三は、えー、初当選の際にこのコメントをしてるんです。はい、で結局この人が、えー、7年8ヶ月いた時に、えー、だん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 ちょっとおかしくなってきて、えー、皆さんご存知の森、ね、かけ問題ですよ、ね。もちろんそれだけじゃない、はい、桜を見る会ですよ。 ね、前夜祭の費用を事務所が補填してこれはもうむに,むにゃむにゃになってしまった逆ご本人がお亡くなりになってしまったので、あのー、もうわからないです秘書がやったのか本人が命じたのかもう全然わからないです、はい、では、まあ、安倍さんは118回国会でうをついたとかって言われてるもういるんだけれども本人がもうお亡くなりになってしまった以上確かめようがありませんだけど 数字っていうのはね、あの、なんていうのかな、あの残酷であり、しかも客観的なんですね、うん。だから僕らは数字を見る必要がある、なぜか、安倍晋三が言っていたのはアベノミクスです、売買アベノミクスといった、つまりこの,あのアベノミクスをやれば、日本の景気は回復するんだということであの、なんて言うんだろう、第一次安倍政権が1年足らずで終わっても、 えー、その後ににの下派しても、えー、とにかくあのアベノミクスをやればなんとかなるんだというふうに、まあ、祈りのように、ねえー、マニフェストにしていたんだけれども結局じゃあアベ,アベノミクス何だったのっていうのをちょっと冷静に考えましょうはい、えー、物価と税負担だけが上昇しみんな貧乏になりました、まあ、特に500万円以下の人たちは貧乏になってる この、ね、数字が分かると思うんだけど消費者物価つまり物価は高くなるんだけれども、えー、下の紫のところね実質賃金指数っていうのはどんどん下がってしまっていたとでしかもこれ下の方に年代を見れば分かるけど2012年ってこれ第2次安倍政権なんですよが始まってから物価が高くなり賃金が安くなるってことは貧しくなるってことだよ庶民がね当然だけれどもこういうね数字も出てます 年始500万円以下の人の可処分所得、まあ、使えるお金っていうのはどうなったか、ね、2012年、ね、安倍政権が始まって以降、どん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 この使,使えるお金が減っていくっていうのが、支出が,がでかくなったってことなんだけど、この赤いラインっていうのは国民負担率、つまり税,税負担が増えてしまっているので、可処分所得っていう、いわば所得の中で自分の自由に使えるお金っていうのがどんどんどん,どん減っていったよと。 で500万円以下だとこんなふうにあの厳しくなっていったよと。っていうのがこの数字なのね。で、もっとあの他にもあります、えー。企業の経常利益と内部留保の推移、ね、これを見てください。えー、ちょうど、えー、安倍政権が始まるあたり、<laughs> うんえー、2012年のあたりから、きゅんって伸びていくよね。つまり企業の,あの えー、内部留保っていうのはどんどん安倍政権になってからあの増えていったってことですね、まあ、これ法人税がもちろん安くなっているから安くしたのでそうなったっていうのもあるんだけれども、えー、売上も上がり、えー、内部留保って言って言ってみればあの儲かったお金をプールしとくわけね貯めておくわけ,、ね、くわけです企業の内側にでそれもあの経常利益の高まりと同時に当然増えていくわけですよってことは 財務省が確認している限りにおいてはね、えー、企業は安倍政権の中ではあのー、どん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 育っていった利益を増やしていったと言えるわけ企業自体は増えてる利益は増えてるだったら賃金が上がるはずだよねで期待したんだと思うのつまり企業にいっぱい儲けさせておけば当然賃金として、ね、所得が増える。 えはずだよねっていう願いがあったと思うんでもうそれはもうは,はかない願いだったよねうんなんでかっていうともうはっきり数字に結果的に現れてしまってる日経平均株価要するに企業が儲かってるから株価も上がるわけだ右上がりにドーンと上がってきたね2012年安倍政権第2次安倍政権が始まって以降企業は儲かっているんだよだけどその下の数字見てください実質賃金 へこみまくりやん、これ。安倍さんがやめる2020年までのこのね、約8年間の間に、めちゃめちゃ下がってるでしょ、実質賃金が。つまり企業、企業を、えー、もしくは日経の株価を買うような、まあ、資産家だよね。 お金持ちって言った方が分かりやすいかな。お金持ちと、えー、企業に対しては儲け、儲けてくださいと。そうすれば、結果的になす、もしくは自動的にえ <laughs> 賃金が上がるはずだっていう祈りがアベノミクスだったわけ。実際はどうでした賃金下がりまくりですよ。企業は儲かったからといって、必ずしもそれを賃金や所得に反映させようとはしてこなかったんですよ。これがこの数字なの。 僕はね、これを見たときに、アベノミクスって何したかったのって話なんだなと思った。アベノミクス、アベノミクスって、まあ、周りが考えた言葉かもしれないよ、安倍さん自身というよりはね、まあ、いろんな入れ知恵させようと思って、安倍さんを利用した人たちもいるでしょうと思うよ。でも、内閣総理大臣っていうのは、この後ろには誰もいないのよ。自分が最後の最高責任者なわけだ。 最高責任者は全部責任を取らなきゃいけないお仕事ですよ、言ってみれば。そしたら結果、で政治っていうのは結果責任を問うのが政治です。何か国民が喜んだ、いいですか企業がじゃないよ。国民が主権者だから、国民が喜んだことをしたら、それはなすべきことをしたってことなんだよね。でも今見たようにさ、安倍さんがやりたかったことすらできてないわけ。ねえ、日本とロシアの関係もそうだ。 北朝鮮の拉致問題もそうだ。憲法改正もそうだ。そして経済も国民を苦しめただけで終わってしまった。この人一体何したかったのっていうふうに思うぐらい、この人何もできなかった男なんだよ。そう言った方が早いのよ。じゃあなぜできなかったんだろう。別に安倍さんが悪い人とかさ、そういうことじゃないよ。安倍さんだって生まれた時別にアビノミクチューとか言ってないから。 やっぱり育ちっていうのは僕はね、ここで見る必要があると思います。安倍さんの子供の頃の夢はね、プロ野球選手になることだったらしい。だけどさ、昔の少年たちみんなそうだよ、ちっちゃい頃は。ね、プロ野球っていうのは花形だった。つまりスターだったよ。ね、あの街頭テレビ、モノクロのテレビで見るさ、 巨人戦とかっていうのはもう、まあ、少年たちの間、小中学生の子たちにとってはもう憧れのスターが出てるわけ。だからみんなプロ野球選手になりたかったんだよ、安倍さんの世代っていうのは。だからそれは普通の子供じゃない。普通にそう思うわけじゃない。ところがさ、他の子だったら「よし頑張れよ」って言われるかもしれない。お前ものって、ね、あの大人になったら えー、そうだなあの長島みたいになる,なるんだなって頑張れよって言われるかもしれないしかし彼はそうじゃなかった安倍晋三一家っていうのはそうじゃなかったなぜか政治家ファミリーだからです、ね、安倍晋三さんっていうのは昭恵、まあ、さんと結婚したけれどもその前に、えー、安倍博信さんっていうお兄さんがいてで岸信夫さんってこれ名前が変わ,るの変わっているのは、えー、岸家に、えー もらわれていったわけだ、うん、だから安倍さんは、えー、と広信兄さんと2人で、まあ、実質的には生きてたあの暮らしてたわけでその自分のお父さんは安倍晋太郎っていうねあのもう一歩で総理になれたかもしれないけど67歳っていう、まあ、くしくも安倍晋三と同い年で急死してしまったお父さんがいるわけだでそのお父さんの奥さんっていうのは陽子さんっていってこれは岸信介の娘だから 当然自分の子供を総理にまで引き上げたいっていうふうに思うわけだ。ところが、ところがですよ、お兄さんが大体長男がこういう期待を寄せられるんだけども、もう安倍家は選挙,選挙の手伝いとか子供の頃からされてるわけなんで、あのお兄さんとしてはちょっと嫌だなと、もう自分はそんな向いてないなっていうことで、まあ、安倍家から遠ざかる形で実業の道に行くわけ。だから えー、ここに載ってるように三菱商事パッケージングの代表で取締役になるつまり実業界で自分は力を発揮しようということでまあ,あのこの政治家ファミリーの中から、まあ、一歩抜け出すわけお兄さんが先にねでそうなると弟の親族どうなるかって話なわけですよ、ね、あなたしかいないのよっていうお母さん陽子さんにお願いされちゃうわけちっちゃい頃から、ね、お兄さんはもうねその気がないみたいだから あなたしかいないのよ、総理になる子はと。あなたは総理になる運命なのよと。え、なんで俺、プロ野球目指してんだけど、その当時の少年はみんなそう思ってるから、いや、だって新三君はなんかお母さんが総理になるとか言ってたよっていうと、慎く君がちっちゃい頃から疎外されることになりますよ。あそこのうち金持ちだし、うちらと違うねっていうことにもなりますよ。 仮にそれがさ、整形大学に行くようなこあの、ね、あの人であったとしてもだよ。だから、総理を見込まれたのが、ね、十分に大人になってからだったら話は別だけれども、小さい頃から臓く君は、あなたしかいないのよと、ね、じっちゃんの名にかけて総理になってねっていう、ね、期待があるわけ、小学校や中学生ぐらいの頃から。 そんな子がプロ野球選手を仮に望んでも目指すことすらできないじゃん。っていうことが僕らは非常にあの理解しておいた方がいい。安倍さんが嫌いな人であったとしても僕はその程度のことは理解してあげてほしいと思う。誰だって子供だったんだもん。誰だって子供だったんだよ。何度も言うけど赤ちゃんで生まれた時に安倍のミクチュウと言って生まれてきたわけじゃないんだよ。 やっぱりこういう家に生まれてしまったらでしかもお兄さんが先に逃げてしまってるわけだから自分は逃げられない特にね男の子だったらわかると思うけど男の子ってさあのーおかんに流れるのが一番辛いでしょ特に子供の頃はしかもさ総理になるとか政治家になるって悪いことを言ってるわけでもないじゃん例えばこういうお前,お前も俺,俺と同じようにヤクザになるんだとかってさ 俺と同じように部の賭博やるんだとか、その悪いこと言ってるわけじゃないよね。政治家の、政治家になってねっていいことでしょって。それこそが僕の言って、あの僕の解釈する教育虐待そのものなんだよ。だって、世間が誰も反対しないじゃん。むしろ褒めてくるじゃん。あら、心臓少年、あの、なんていうかな、総理目指してるの頑張ってねって。ね、応援するよってえ。なんでプロ野球目指したいのに、周りはみんな、 あい,いずれ政治家になるのねって頑張ってねっていうふうに笑顔で微笑みかけてくるんだろう。自分が小中学生だったらそうされたいですか皆さん。世間がみんな自分のことをさやがてさ総理になる器でしょって言われるのよ。これこそが言ってみれば世間を味方にした虐待なんだよ。まあ逆なギ,ギャなんだよ。もうちょっともう何度も言うとバンされかねないからギャと言います。うん、だから こういうことって意外とさいや、あなた愛されてるじゃないっていうふうに勘違いされるわけ。子供にとってはそれが一番恐ろしいことだよね。ね、あなたのお母さんいい人ですよ。だってあなたの子、あなたの人生まで考えてあげて、ね、総理になる目まで作ろうとしてるんだから、いいお母さんよって言われちゃうわけ、世間から。ね、あなたのおじいちゃんはね、岸信介なんだから、あなたもそうなれるわよとか、別に望んでねえしって思ってても言えなくなっちゃうわけだよ。 ね、じっちゃんの名のね何,何,あの何かけて頑張れって言われちゃうわけだよ。それを最も詳しく描いた本があります。それが「安倍晋三沈黙の仮面」です。これはねあの皆さん安倍晋三を語る時には絶対に読まなきゃいけない本ですよ。ね。さっきの家け図で分かった通り安倍さんも、ね、あのお父さんもお母さんもどっちも あれだからねあの、政治家ファミリーだからね、逃げられないんですよ。そう。でね、あのー、僕はこれね、本の中にね、あの梅さんという人が出てきます。えー、でこの梅さんという人は、安倍家の生きちびきって呼ばれた養育係。養育係っていうのは、あのー、安倍さんのいわばのとだよね。で、安倍晋三君が2歳5か月おむつが取れるかどうかの頃から、 もうずっと何ていうかな仕えてたわけ安倍家にで独身を貫いたというのがこの梅さんなんですよでこの梅さんが10回してる思い出しているのがね安倍家の登園だったからね、まあ、断ることもなかったけどもメディアの取材も受けてこなかっただけどこの本のお著者ね野上さんっていうんだけどのインタビューのみ受託したと、うん、でどんなキャラクターだったのって気になるじゃない ね、ところがさあの、なんていうかな、えー、梅さんは両親があ不在がちだった安倍家の幼い兄弟、まあ、お兄さんもそうなんだけどもね、まあ、お父さんが政治家になっちゃったから、毎日新聞の記者から政治家になっちゃったんで、まあ、なかなか両親が不在なわけですよ、選挙だったりね、お付き合いだったりで。だから安倍家の幼い兄弟ね、ね慎三君とそのお兄さんにとって母,母親代わりが必要だった、それが梅さんなんですね。でこの新造少年はいつも梅さんに をねだり中学生になっても彼女の布団に、ね、潜り込んできてこっちの方があったかいやと甘えたというと甘えん坊で頑固自分の思い通りにならないと感触を起こした心臓少年は梅を手こずらせたいたずらならまだいい問題は学校の宿題をやらないことだった、ね、この問題はっていうのはねあの親から見てそうかもしれないけれど心臓少年にとっては ね、やらないことで、親がこっちを向いてくれるだろうっていうことですよ、子供のね、所作で考えれば。だ,からだけど、それじゃ困るので、梅さんは、あの宿題みんな済んだねと聞くと、しんちゃんは、うん、済んだと言うと、寝た後に確かめると、ノートは真っ白、それでも次の日は行ってきますと元気よく家を出ます。それが臓くんでした。ね、でも、学校でそれは許されるはずないですよね、あのいくらあの、総理の孫だと言ってもね。 で、あと一週間でノートを全部埋め,埋めてきなさいと罰が出るんだと。で、ノート一冊を埋めるの大変ですよ。なので、この梅さんが代わりに書いて、もう疲れてしまうとママに変わったっていうふうに言ってるんだよね。それぐらい両親の不在によって、親族は愛に飢えていたんだよ。だから母親代わりの梅さんを困らせて寂しさを埋め合わせていたと。で、一方で優しいおじいちゃんだった岸信介に溺愛され依存したと。 東京・渋谷の南平台にあった基地で日々夕食をとっていた頃、えー、塀の外には日米安保改定に反対するデモ隊が連日押し寄せていた安倍氏はおじいちゃんの敵であるリベラル派を憎悪するようになった、えー、長寿た安倍氏は成、ま、蹊、あ、大学に入ってねアルファロメオで通学してたそうですよで卒業後にねアメリカに留学するんだけれども あの名門南カリフォルニア大学での勉強は1年足らずで挫折し政治学科の単位はゼロ取ってないってことですね。ホームシックから連日日本の自宅にコレクトコールをかけ1ヶ月の電話代が10万円を超えることが続いたため父親の慎太郎氏がそれなら帰国させろと激怒したと。ちなみにあの安倍晋三のウィキペディア見てください。この今言ったホームシックから 一ヶ月十万円を超える電話代をアメリカから仕掛け,仕掛けてきたっていうことはす,すっぱり抜かれています。安倍晋三のウィキペディアの中では。でもさ、大学卒業後にさ、アメリカの大学に行ったってことは22歳超えてるわけでしょ。その青年がさ、寂しくてさ、まあね、一ヶ月の電話代が十万円超えちゃうぐらいさ、頻繁にコレクトコールかけてきたってことよ。どれだけこの人寂しいんだって思わない 親元にいなくなってあのい,ないないで住んでいいや自由だなって思わないんだよ寂しいって思うんだよでなんでなのって言った時にさまあ整形大学は日本にあるから東京にあるから別にいいかもしれないだけどねアメリカで単身ねあの行くと言ってもそれなんでって多分彼は思ったと思うし造三君自身が望んでいたことではないかもしれないわけだよ これはおそらく後で選挙に出るときに、このお母さんの安倍洋子さんが、お前ちょっと留学経験あった方がいいわよと、選挙で受かるば、え、ときに、おそらくそれ吹き込んだんじゃないかなと。行きたくもないアメリカの大学に行って、ホームシックで帰ってくるっていうのはさ、ちょっとさすがにって思うでしょ。だ僕はね、あの、こういう履歴を見てるとさ、 ね、あるいはこの安倍晋三さんはこの後神戸製鋼に入るんだけどもあの大学出た後サラリーマンとして働き始めるんだけどもその神戸製鋼っていうのもさみんなが知ってる大企業じゃない成蹊大学から果たして何人入れるのって僕は思うけれどもさだからねこういうこと考えると何をかもうかっていうとお母さんが引いてきたレールの上を晋三君はずっと歩いてきたんだよ お母さんからの期待を裏切れない子だったんだよ。だから一人アメリカに飛ばされてね行っても一ヶ月十万円もコレクトコールかけてくるっていう寂しさなのよ。自分で自分の寂しさを埋め合わせことができないんだよ。こういう人っていうのは表向き平気な顔をしていながら実は心の中は空虚だったり孤独で埋められてたと思うよ。でも周りはあ安倍家のちのねあのこれから あの偉い人になる総理を期待されてるあの子ねっていうふうにも世間ではそう思われるからそれを演じ続けなきゃいけないわけだよだからやりたいこととかねいろんな期待を寄せられてもできないって言えないわけやれって言われるわけねそうするとノーと言えない心臓君は言われるがままに何て言うかな、ね、神戸成功も入るんだけどお父さんが急死した後はお父さんの地盤を継いで、えー、生きていくしかなくなるわけだよ だから僕はね、これを見たときに、ああ、そうかと。つまり、ちっちゃい頃から自分の望みなんて聞いてくれないわけだよ。お父さんもお母さんもおじいちゃんも。ね、みんなそうだよ。みんなお前も政治家になるんだよね、みたいな当たり前のように言われて、え、なんでや、だってお前の兄貴はもうならないって言ってくるお前しかいないじゃないかって。え、な,なんでなんでだ,だからといって、俺の望みはあの自由でいいんじゃないのなわけないじゃない。あなたは総理の孫なのよ。この呪縛ですよ。 本人がやりたいとかやりたくないは関係ないっていう話になっちゃってるわけ。だ彼自身はまさに支配されてきた子供なのよ。しかもお母さんまだ生きてますからね。お母さん90代になってもさ、ね、あの、なんとか自分の思い通りの子供として心臓君に期待をかけるわけ。怖くない僕はこの呪縛ってめっちゃ怖いと思う。支配されてる人は、 ね、その支配されるのがもう不自由でたまらない自尊心とか守られてないから、ね「あんたはこれをやればいいのよと」と、ね「何も他のこと考える必要ないのよと」と、ね「いいこと言ってるでしょ私」って「あなた総理になって実際総理になれたじゃない」ってでもまあ1年足らずに第1次世代安倍政権で亡くなるよねなんでか潰瘍性大腸炎っていうものが悪化したからこれはその時になったもん病気ではない。 性大腸炎が悪化したってことは、いつからかわからないけど、まあ子供の頃からそうなんでしょうね。僕もね、あのうんあの家族と過ごしてた19歳までの間に、本当におすぐお腹下してたんだよ。で、一人暮らしをし始めたらピタリ、ぴたりとなくなるわけ。あれお腹痛くなってないな、最近っていう。だから家族がいかにピリピリしてたかっていうのは、家族の中にいるとわからないんだよ。 だから僕はね今回安倍さんが亡くなりになったって言った時にしかもそれが自分のお父さんと同じ年の67で亡くなってるんだけども何か因縁感じるのは自分は結局は期待される人間像を演じてただけで,できやりたいこともできなかったし政治家としてじゃ個人的に政治家になりたくないと思ったら第一で安倍政権が、ね、お腹痛いで辞めた時に政治家も辞めればよかったんだよ。 それがお母さんとの母離れのチャンスだったかもしれないわけ。でもそれは果たされなかった。お母さんからの期待を裏切ることがその時ですらできてない。で、そのあね、第2次安倍政権が始まる2012年に、始まったときにはもう長期政権だけ、もうお腹が痛くて倒れるまでやるっていうことしかないんだって覚悟したのかもしれない、晋三君は。もうしょうがないんだよ。心の中、子供だからさ。 だからずっともうそれでやってたらもう耐えきれないということでまた海洋性大腸炎を理由にやめるんだよもうもう政治家もやめるのかなと俺思ったら今度は安倍派を率いて最大派閥安倍派を率いてフィクサーのように岸田政権に注文をつける形でえ政権運営の舵を握ろうとしたわけだこれは何でだろうおそらくもう自分はお母さんを裏切ることができないって思ったんだろうね だけどね、僕は言っとくけれどもこの人結婚してるんだよ安倍晋三ねっ明恵さんって人がいるわけだところがさおそらくそれは体裁を整えるためだけだったんじゃないかって気がするまあ子供がいないってこともあるんだけれどもあの子供を産むのが怖かったのかもしれないなんでかって言ったら自分が子供として全然大人になってないことを多分うすうす分かっていたからだよ晋三さんはだから もう親を裏切ることができないでいるんだよ。ずっと大人になっても。だけどね、本来結婚っていうのはさ、ね、自分の母ちゃんよりも、ね、自分の愛した女を優先的に守るっていう宣言が結婚なんだよ、本来は。だからそこで親離れすべきなんだよ。でなければ、自分の妻よりもおかん大事になってるっていうのは、それ何って、ただのマザコンやんって話になるやん。 だからそれはおかしいんだって気がつかなきゃいけないんだけども、おそらく,おそらくだけども、昭恵さんとの関係があまりこうなんろうないい、いいものに伝えられてないよね、昭恵さん自身が深夜2時に布袋寅泰を呼び出したりしてさ、寂しさを紛らしてる、ね、と、あと、安倍のお母さん、姑、まあ、だけども、との関係も良くない、ね、むしろ距離を置いていると、あんまり鉢合わせしないようにしていると。 自分ではあの居酒屋やってお店やって安倍さんがいつ倒れようが暮らしていけるようなリスク,リスクヘッジもしてますよ。まあ電通にあの働いてたからねアーケさんは。だからそのようにして安倍,に安倍との一定の距離感を持ちつつ結婚してるっていうのはさ安倍にとって結婚という体裁が必要だって考えたお母さんの僕は入れ知恵のような気がするんですよ。なぜ離婚しないの体裁が悪いからですよ。世間体が悪いからですよ。 だこれは、安倍さんはね、何も望んでない人生だった、そして何もできなかった人生だってことは、うすうす分かってるよ、こんなに頑張ったけど、できなかった。僕はだから今回ね、安倍さんがお亡くなりになって、どんな形であるで、人はいつかは死ぬけれどもさ、の彼の人生を思うと、ものすごくわびしい気持ちになったんですよ。 でそんなにないけど子供と親との関係でね、やがて大人になって、何、えー、ていうかなあの、影響があると思えないっていう人もいるかもしれない。だから僕はそういう人に、魂の殺人って本をお勧めしております。名著です。これ、アリス・ミラーの書いたこの魂の殺人って、サブタイトルは親は子供に何をしたかですよ。いいことばっかりしてるわけじゃないんだよ、親っていうのは。 よかれと思って子供の首を回たて締めるようなことをしてしまってるんだよ。それに気がついてほしい。これに気がつかなかったらいつまでも日本人は言ってみれば安倍さんと同じだよ。安倍晋三と同じでやりたいこともねどうせあなたにはできないからこれをやればいいじゃないって別のことを示されてさ。ね、とにかく大学行けばなんとかなるよ、自由を選べるよとかさ、訳のわかんないことね言われた人多いでしょ。選択肢が増えるとかさ。 嘘ですからね。しかも責任を負わないんだよ親っていうものは子どもの人生の責任を親の言うとおりやってたら心の中空っぽですと「で、頑張れ」って言われて頑張ってみたけれども何もできませんでしたこんな人生は多分辛いよその辛さを紛らすために仲間を集めて酒,酒盛りやったりしてたんだよ安部さんはおそらく。 酒盛り写真がいっぱいさあの世の中にああの出してきたのは多分それだよなと思うよ。虚しいんだよ。期待されるばかりの人生で自分のやりたいことがわからないまま何も結局できなかったっていう人生が。僕はねだから今回ねあのお亡くなりになったけれども安倍晋三のように生きちゃいけないよって彼自身がね僕は 彼の生き様を通してみんなに訴え出たそれが唯一の彼の資産というかみんなに対するある種の思い出なんだと思う自分のように親に操られていい大人なのに親を裏切れなくて、ね、親,を親との距離を置くことすらできなくて神様さんまで放置してこんな男になっちゃダメだよっていうねことを赤裸に彼はあの表して亡くなっていったような気がします。 えー、皆さんはどうお考えでしょうかよかったらコメント書いてください。えー、っと、チャット欄にいろいろ書いてもらってもありがたいです。ね、ということで、えー、この動画面白いと思ったら、えー、拡散もしていただけるとありがたいです。ではでは。疲れた、うん、疲れたなんかもう、どうですか、コンさん、今回の動画撮ってどう思われましたもう結構きつかったんですよ。 安倍さん、あんなに頑張っていたんだけども、本人は頑張りたいと思っていたのかすらも分からないぐらい、回りに利用されてたんだいや、そう間違いない。うん間違いない。しかも死後も利用されてるんだよ。だけどね、そのきっかけを作ったのはボートですよ。そう行ですよそれが当たり前のように受け入れられたら困ることなんですよ。うん 誰が困る別に政治家だけじゃないよいろんな自由な物言いができる一般市民ですら強敵、うん、にされかねないってことですよ。それは恐ろしいことだね。恐ろしいことなんですよ。うん、だから冷静に事実を見つめようっていう思いがない限り日本人って残念だけれども自分のモヤモヤ ありますよね人それぞれモヤモヤでそのモヤモヤをぶつけた方が楽になってるって分かるわけじゃん、うん、誰かにぶつけた方が楽だなうん、うん、でもそう簡単にぶつけられないなと思ったらもう無所に行く覚悟でやるしかないのかって思い切ってしまうとこの事件が起こるわけつまり暴力の連鎖が始まってしまうわけで誰かが2人目3人目って連鎖してしまうとほらみんなそう思ってたじゃないみたいな恐ろしい空気になっちゃうんだよ これねで、しかもちょっとこれ明確に今回の、うん、少なくとも私の周りではそうだったっていうことなんですけども、うん、犯人と同世代なんですよ。うん、40代ね。うん、でこれ40代の受け取り方は、うん、ああついにうちら踏みつけられてきたけどやるやつ出てきたんだなんですよ。これね、うん、本当危険。 なな感じなんですよでそれに対して「バカ野郎そんなねいっぱい大変な状況にいる人たちだっているんだ人殺していいわけないだろう」っていう正論をぶつけると、うん、大変ななことになる私が具体的に怖いのは老人ホームとかね、うん、あに入っている人たちが今回の事件を知りました。 うん、あるいはあの高齢の方が今回の件を40代に対してね貧困だシングルマザーだいろいろあったかもしれないけども、うん、こういうことはよくないよね全く俺の時代だって大変だったのにもっと頑張ればいいんだよみたいなことを投げかけてしまうとボ、うん、ボンボン起きるよこれ今これ取ってるのはまあ9日土曜日の午後なんだけども、うん、明日のその逃避 曜日の会場、うん、投票所で何かあったらさ、うん、それこそあのなんだ民主主義の根幹が揺らいでしまう投票所にもち、ね、テロなんかあった日にはさ、うん、だから、ねだって選挙行くの怖くなっちゃうじゃん、うん、やっぱり。だからそういうふうに、もう社会の根底を壊すようなことにもつながりかねないっていうことが恐ろしいんですよ。いやー、だから本当にね、その私、犯人に対して、 世代的な意味も含めて、うん、あのうわこれはこの人生きっついなって正直思います、うん、思うけどもだからやっていいっていうふうには全く思わない、うん、当然ですよそれはだけど、うん、この人がなぜここまで追い詰められたのかで当然安倍晋三に対しても、うん、あのなんでこの人はこんなに嘘ばっかりついてしまってそしてこんな人生の終わり方をしたんだろうっていうふうに うん、やっぱり、うん、ある種の共感と想像力を持たなければ、うん、あの問題は解決の方向にいかないし暴力の連鎖にしかつながらないんじゃない、うんうん、そうだからか加害欲求ね誰かに、うんえー、このもやもやをぶつけてやるっていうこの加害欲求にまず自覚が必要だよ。うん、これ40代のロスジェングに限らず、うん、そうなんだよ。 だって上の年配の人も若いんだからもっと頑張れるでしょっていうのは暴力だからそのこと自体がうんでもだって俺はさずっとしんどい中頑張ってきたんだよ40代の時もってそ言いたくなるしそう上から来るとねそれは暴力なんだよ、ま、それはでも言いたくなる気持ちはすごく分かるんですよ大変な時代だったからね、うん、なんだけどもでもそれってじゃあ言いたくなる気持ちは分かるけどもそれを、うん、あの連鎖させてしまったら うん、じゃあ、これから、ね、40代と60代、どっちの方が力強いんですかっていう、そう恐ろしい話だけどもだからあえてこういう名詞は出さないけれども、うん、あるね政治家がこう言いました、はいね、生きにくい政治に、えーに、生きにくい社会にしたのも政治だ、うん、だけど、生きやすくする、えー、政治に直せるのも政治なんだよ、うん。そうなの、だから、うん、投票に行くっていうことで、今、参院選みんな頑張ってるわけだけど、うん、その。 こと自体を破壊するようなさ、ね、選挙演説中の人を狙うなんて、まさにそういうことじゃん。はあ、だから、いいかいと、君が生きづらいことを、生きづらい社会の仕組みを変えられるのも政治なんだよ。うん、これは分かち合いたいと思うよ。うん、変えようと思ったら、今までだって5000万人行ってないんだよ、投票に。うん、行ってなかった人間が行くようになれば、変われるんだよ、この社会は。行、ね、きやすく変えられるんだよ。 そこを信用しなければ、この社会はもうすでに終わってるってことなん、うんまあとにかく一番怖いのは暴力の連鎖です。そうです暴力の連鎖にを止めるために必要なのは、正直、再生回数優先であれば、どちらかに振り返りた方がいいんです。うん、ね、あの安倍万歳でもいいし。 うん、ねあの犯人ふざけんなでもいいんだけども、うん、やっぱそれすごい危険なことなんでただ残念ながらその危険が横行しております今はうんだけど、うん、ちょっとそれはねよくないだろうっていうふうに思って今日は動画を撮らせていただきました、うん、ちなみに私期日前投票に行ってきましたお疲が様ですどこに入れたと思いますか皆さん あえて言わんとことね。いやいや,いや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 どこに入れたかなっていうとですね。東京選挙区になんで。なるほど。ほど東京選挙区のいや、うん、いやから始まる人。<laughs> なるほど。いやまああこ二人いますね。山蔵田君もいるからね。うん、<laughs> あとは山、うん、元太郎。 いやどっちかなどっちに入れたかなどっちに入れたかなっていうとですねあの書いてもらおうねどっちに入れたんでしょうかっていうとですねそれはいや答え言いましょう今ここで政党がですね「き」から始まる方ではなく「でから始まる方つまり山本太郎れいわ新選組私は入れましたはい。 と、えー、いうわけでね、あの、これは7月9日に公開する動画ですので、あの、皆さんね、あの、お早めにね、あの、選挙行った方がいいですよ。と、うん、いうことで、えー、あ、でもこれ20時公開だからもう、あの、だめだな。期日前投票終わってんな。明日、明日決明日前投そうそうそう。期日前投票に必ず行きましょう、選挙に。はい。と、うん、いうわけで、今日もどっこチャンネル登録といいね、よろしく。じゃねー。